はい、皆さんこんにちは。 DDR 池袋店の前田です。今日はですね、こちら WRC の、ね、インプレッサ2003年バージョンでね走ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。 DDR、 はい、やってまいりました。SS コースですね、はい、スペシャルステージコースなんですが、ラリーを今日はですね攻めてみたいと思います。はい、で、まあ、あの車両はですね、こちら WRC のね、インプレッサなんですが、まあ、タイヤだけね、グラベル用のタイヤに変えてのアタックとなります。はい、さあ、ここからですね、ここからコースです。今のはね、コースじゃないですけどね。はい、さあ、こういうコースもね、最近新しく導入されたんですが、なかなかにね、あの走り応えがあってなおかつね難しいんです。はい、でハンドルもね、やっぱりあの上司硬いわけではなくてですね、グリップした瞬間は硬くなるんですけど、グリップを失った瞬間はですね、ほんのこと軽くなるので、あのそういった部分もね、非常にリアリティがあって面白いですよね。はい、あのこちらのコースですね、非常まああの内回り外回りとですね、まあ、走るようなタイプのコースなんですが、はい、それぞれですね、まあ、一回、2周するんですが、それぞれちょっと若干コースレイアウトが違うので、はい、あのタイムも若干差が出るんですが、それをご了承ください。そうです、今ね、コントロールラインが見えたと思うんですけど、今左側ですね、左側のコースを走っている方です。この後ですね、右側のコースの方にですね移っていくんだと思うんですが、まあ本当はね、あちらのコントロールラインから、2台同時にね、別ゴールっていう感じでね、スタートっていう形になるんで、競争とかもね、タイマーでやるときはこちらのコース面白いかもしれません。でもっとジャンプ、あれ、ジャンプ取れません、いや、やっぱね、ジャンプスポット、皆さんね、うわー、ジャンプしてるよ、気持ちいいってね、軽く見てますけど、実際ジャンプしてみるとね、これ、着地の時にミスると大変なことになるので、非常にね、おっかないです。はい、そこもそうなんですけど、ジャンプの後ね、まっすぐとはね、限りませんからね、こういう風にね、曲がっている場合も十分ありえますからね。さあ、こちら、一瞬アスファルト路面に変わってですね、ここから行きました、コントロールライン、はい、こちら右回りスタートになりますね。はい、さあ右回りの方ですね、こちら前半結構ねアスファルト路面が多いんですが、まあ、やはりここからはですねグラベル路面ですね。はい、いやー、なかなかにねこのダリングコースっていうのもね非常に攻め応えがあって難しいんですが、面白いですよね。はい、さあ、ジャンプポイントどうだ、おっと、まだジャンプポイントが長さ、このね、いかにね、アクセルをね、マシンを滑らせながら進んでいけるかっていうところがね、やはり醍醐味だと思うんですが、やっぱりね、4WD といえばね、アクセルをね、踏まないと、速く走れない、走れないんですよね。アクセルを踏んでね、何度も踏む車両ですからね。はい、こういったコースで練習すると、もしかしたら、普通のですね、サーキットでも速く走れるかもしれないというねコースですね。さあ、徐々にね、ペース上げてきてますよ。これはね、もしかしたらね、1分、危ない危ない、油断するとね、このありさまです。はい、こういったコースで攻めているとね、当然起こり得ることなので、はい、まあ、ご愛嬌ということですね。はい、いや、ただですね、やっぱり、こちらのコースね、今走っている車両が、まあ、2003年のね、WRC のインプレッサーで、このように普通に走っていられるんですが、これがね、ちょっとね、マシーンがね、4WD じゃない普通のね、まあ、車両に変わった途端にね、こういう風にね、スムーズに走ることは、まあ、到底不可能だと思いますので、いかに、おっとっとっと、壁バスに、いかにですね、こちら 4WD がどういう悪路にね、強いかというのを、ね、
なるべくアクセルを取っていって、でここですね、ここはなるべく手前で、しっかり減速をして立ち上がっていく、はい、もうね、どこがどこなのかね、正直僕もね、ちょっといまいちよく分かってないんですが、まあこういったコースはですね、大体この次のコーナー、これくらいの質なだろうっていうのをね、ちょっと予測しながら走っていただくのがね、大切だと思いますね。はい、さあ、コントロールラインを今取った。ああ、2秒台入りましたね。よかったよかった。さあ、右回りはね、制覇ということでですね、今度はね、左側ですね。さあ、こちらでね、1分2秒台が出れば、さあ、今日のコントのね、舞台はね、終了という形になるんですが、皆さんね、まさきからね、見ていると分かる通り、左側の方が個人的にはね、難しいと感じております。はい、どこが難しいかと言いますと、ここのまずジャンプ、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 このね、ジャンプがですね、非常にね、難しいです。はい、一定以上にですね、車がね、安定しないです。はい、そしてですね、意外とこのね、タイプの方がね、右回りに比べると左回りの方が、急なので、なかなかにですね、これはちょっと難しいんじゃないかな。さあ、今日は行ったものの、そろそろゴールだ。ここで最後、攻めていって、さあ、リアを流しながら、ちょっと、ガードレールにつけてどうだ。3キロ台、ゼロ。いやこれは、いかがでしたでしょうか。2003年 WRC のインプレッサで、SS コース、はい、ラリーコースを攻めてみます、はい、いやなかなかね、ターマックとあとグラベルの一緒にあるコースっていうのは非常にね、やっぱり、適応能力が問われますので難しいというか、ジャンプがね、ジャンプが刺激的で面白いんですけど難しいですね、はい、いやでもね、面白いんでね、ぜひ皆さんも興味があったら試してみてくださいね。それでは次回も楽しみにしていてください。さようなら。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 PC の方こちらの方から、チャンネル登録、スマホ、タブレットの方は動画概要欄のリンクより、登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんのご登録心よりお待ちしております。それではさようなら。